皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は日照り続きの畑の干ばつを回避大作戦、エンジンポンプの導入でございます。台風が来たのに雨が全く降らない、日照りがやばい、里芋とうとう枯れ出しました。何日雨が降ってないのでしょうか。この里芋の手前の方にあるピーマンもヨレヨレではございませんか。里芋の奥の方ですね、あのゴーヤもしなしな、そんな時は備えあれば憂いなしですよ。納屋から引っ張り出してきました、エンジンポンプでございます。これでね、あの小川の水をダイレクトに畑にぶち込んでやろうというね、そういう作戦でございます。これゴムパッキンね、これ必需品ですよ。早速畑の横を流れる小川にゴーということで、ここのところ続けて動画をアップしている畑の便利道具シリーズ、今回は第3弾になりますね。前回は草抜き棒いっちゃうやつね、これね、草抜いてプッとプッと、腰が楽。前々回は電動ハサミ、これでね、硬い株も楽ちん。今回はドバーッと散水、エンジンポンプでございます。給水用のホースをね、まずこの川の水につけ込んで、なるべくホース内にね、水をたっぷり入れてですね、ほいで、ポンプのこの給水側、吸い込み側にですね、接続するわけです。この時にゴムパッキンが必要なんですね。このゴムパッキンを忘れると、水が漏れたり、空気が入ってきてね、水をちゃんと吸い上げてくれません。ネジをギュギュッと締めれば完了ですね。で、今度はキルスイッチをオンにいたします。で、ポンプ、ここのね、ポチポチを押してですね、燃料をキャブレターの方に送り込んでやると。はい。で、チョークレバーで、キャブレターの空気口をちょっと開けてやるということですね。で、スターターコイルをグイッと引っ張って、もう一丁。はい、回った。エンジンがかかれば、チョークレバーを戻して、で、今度はスロットルがついてますのでね、アクセルレバーですね。これを、回転を調整してやる。で、水が入ってないので予備水っていうのをね、ここにね注ぎ込んであります。ここに入れてですね、空気を追い出して、水で満タンにして、やるわけですね。すると吸い込みが、良くなるという、そういう構造でございます。で、蓋を元通りに、閉めてですね、はい、でしばらく、ボーおっと眺めてたら、うら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 、どえらい勢いでどえらい量の水がですね、噴出するわけですよ。で、本来はこういうことをする前に先にホースをこうつないでおくのですけれどもね、今の水の勢いを見てほしくてあんなことをやっちゃいましたけれども、では、給水側のホースをきっちりつないで、でこれね、勢いでホースが抜けてしまうので、抜けないようにホースクリップをしっかり締めておきます。では、再びですね、エンジンポンプ始動いたしましょう。これでもう水がいってるんですよ。この清らかに流れる小川の水はですね、このようにポンプに吸い上げられて、さらにその上にある畑の方へ送られるわけでございます。で、ポンプの回転はね、ちょっと少し緩めに、してあります。これソーラー自動給水器ですね。このタンクをね、大きいのに変えました。そういや、これもね、畑の便利道具で、動画アップしましたね、紹介しましたね。この、ストッカーに変えてから容量は120リットルなんです。半分ほど減ってたのですが、あっという間に満タンになります。このソーラー自動給水器ですね、これはもう小さいのに、仕事してくれますわ。このナスビなんかももうピンピンでしょ、干ばつ知らずですよ。おかげでナスビとトマトは日照り関係なしにすくすく育ってくれております。またこのね、光を遮る銀シートですね、これがいいんですわ。これやっといたらね、タンクの水温が上がらない、湯にならないってわけですね。じゃあさつまいもとらん火星に水まきしときますわ。ドバーっとたっぷりいっときましょう。こんな
感じでね。で畑の横にねちょっとあの空っぽのタンクがあるんですけれども、これにも水を補充しておきます。このタンクはねあの100リットル入りのタンクなんですけれどもね、何分で満タンになるでしょうか。今3時21分ですね。でこれがですね、まあまあまああっという間ですよ。あっという間に、満タンになります。何分ですか？3時24分。3分ですね。3分で100リットルですよ。すごいでしょ。で、これねフルスロットルにしたらもっと早いんですけどね、まあ、勢いが強すぎるんで、これぐらいにしておきます。この前土作りしたあのトウモロコシなんで、この土作りの動画もまたねアップしますわね。であと、12、3本残ってます。あのトウモロコシは連作できますのでね、その土を作ったという動画をですね、またアップしますわね。でそこへたっぷり水をまいておきましょう。ベニハルカもですね、もう全然元気がないんですよね。これもね、たっぷりたっぷりたっぷり水をまいておきます。でトマトの方はといいますとですね、この直接、まあ、マルチ栽培してるんで直接まくというよりはあの通路に水を流す感じですね。通路を泥んこにしてしまおうということですね。里芋やピーマンも同じことでございます。通路にたっぷり水が行くようにしておきます。でこっちはあのシルクスイートの垂直栽培ですね。こっちにもねたっぷりたっぷりたっぷり水をあげておきましょう。葉物類にもねたっぷりですね。この横の通路ですね、この通路をもうボドボドにドロドロにする感じにして、水をまいていきます。作物に散水するというよりも、畑全体を水浸しにするというね、そういう感じですかね。それがいいと思います。大量散水で夏の日照りも全然怖くないですよ。干ばつとはおさらばでございます。ほいで作業が終われば切るスイッチをオフにして終了ですね。小川の水を有意義に活用することができました。ということで今回の畑の便利道具の方でございますけれども、これは畑の干ばつを回避するエンジンポンプを、紹介させていただきました。いかがでしたでしょうかね。お役に、立つことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録お待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。